では行きましょう。行きますか。じゃあカッポンだけ。わかりました。じゃあちょっとエコーで。うんうんうん。カッポンポン。新ユニット。モフモフしてるし、かわよだよ。三人揃ってあやふぶみ。おお。あ、待って、思ったよりしっかりしてた。思ったよりちゃんとできてた。思ったよりちゃんとできてたし、モフモフだよだけだった擬音が。すごい。モフモフだけだった。すごい。いや、白髪がそのミオが悩んでる間に私も考えてたけど、私の考えてるやつよりめちゃめちゃしっかりしてた。思ったよりミオとかしっかりしてたけど、自分が擬音使いになっていた。あ、やっぱ、やっぱこういう時擬音出てくるよね。いや、擬音しか出てこなかった、むしろね。そう、いや、すごいですね、こちらは。さすがです、はい、いえいえ、とんでもございません。さすがでございます。即興でこれはすごいですね。はい、さすが達人でございます。まあ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 、自分でね、川柳会とか開くぐらいですか。そうですね、川柳の達人ですね。さすが擬音使いの美容、はい、 そうですね、その異名はもう間違いなかったということで、はい、その異名は間違いなかったということですね。その異名、その異名大丈夫、なんか高値類規制されてない、大丈夫、高値類宿ってる。大丈夫です。大丈夫ですか。ちょっと笑っちゃったけど、はい、ちょっとよく考えたら寒いなと思って、はい、高値類かって食べるよ、お竜ね。大丈夫です、あの本物です。あ、本物でした。あ、本物のミヨンですか。はい、ミヨン。いいミヨン。いいミヨンがちょっとつぼってしまいました。はい、はい、さすがでございました。